どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、フォールガイズのソロショーやっていきましょう。今回も王冠目指して頑張るわよ。ってあれ、なかなか38人から増えないな。ほんとだ、回線悪いんかな。よく見たらここに、40人のプレイヤーがいる限り、ゲームを開始できます。って書いてあるわね。あと2人来れば一応始められるのか。でも今までそんなこと一度もなかったよ。フォールガイズ、もしかして誘った？いやそんなことないはずだ。周りでもそんな話聞いたことないし、まだ人気は落ちてないはずだけどな。あ、でも待って、今40人で始まっちゃったっぽいよ。ほら、クリアできる人27人しかいない。まだ最初のラウンドなのに。こりゃいきなり気が抜けないな。ちょ、みんなめっちゃ跳ねるじゃん。ぴょんぴょんうるさいな。さてここ、できるだけ早く進みたいので、棒の力を利用します。クリアできる人数は少ないからな、できるだけ前に出ておかないと。割合は同じはずなんだけどね、なんか緊張感が違う。さてここ、向こうの黄色のクッションに乗れれば楽なんだけど。失敗した、これはちょっと時間ロス。でもまだ大丈夫、ここのプロペラを落ち着いて突破すれば、そこまで遅れることはないわ。だが今クリアギリギリライン、まだまだ気を抜けないぞ。いやー、このステージをここまで緊張感持ってやったの初めてだよ。さあここは失敗すると大きな時間ロスになるから、一時停止して確実に突破する。ここからは道が3つに分岐しているが、とりあえず真ん中、失敗しても左に乗れる可能性が高いから低リスク。一応着地成功、あとは慎重に行けば間に合いそうだな。あ、待って、これ、ミスった、タイミング悪かった。おいここでの落下はヤバすぎるだろ。もうここの中央突破を決めるしかない。うおうおう頼む抜けてくれ。おお、成功だ。よし、これでまだワンチャンある。だがもうみんな続々とゴールしている。急がないと負けるぞ。もうここの隙間を通るしかない。間に合えアップな、超スレスレだったぞ。でもなんとか、なんとかギリギリセーフ。ゴール前で遊んでる人含めれば26位。マジで1秒でも遅かったらダメだっただろうな。あ、これあれだ、スライムクライムの未来版。もう見た目と名前からして難しそう。これほとんどの人がクリアできないんじゃない？ちなみに私もクリアしたことないし。おい大丈夫かよ。初見でやった時は半分くらいのとこで落ちちゃったから。後半は未知数、ここでしっかりコースを確認しておかないと。うわ、こうやって見るとめっちゃ長く感じるな。てか最後の風怖すぎるんですけど、あんなのどうやって突破するの？自信はないけど、やるしかない。慣れないステージもいつかは克服しないといけないからな。まずはピンボールみたいなやつね。これ油断したらめっちゃ吹き飛ばされそうだから気をつけよう。今んとこ結構前の方につけているな。スライムが上がってくるからできるだけ前をキープしたい。てか待って、ここの消える床のやつ。真ん中の針のところ行けば余裕じゃね？ここまではかなり順調だな。ぐ、風が、前に進めない。タイミング悪かったな。よしやっと登れた。ここは動く床と消える扉ね。ギミックは違えど、やっぱスライムクライムにかなり似ているな。プロセカって200船何年？プロセカ好きのアンミカさんさようなら、いろんな人が参加してるんだな。さて、ここのパンチゾーンを落ち着いて突破したら、それから先は道の領域。前回ここで落ちたんか。む、なんだこれは。あーはいはい、消える床ね。あ、普通に出っ張りのところ乗れたわ。そしてここは、回転する床とレーザーか。他のステージで馴染みあるギミックだから問題なしね。これもどっかでやったことある気がするぞ。羽の隙間を通り抜ければ早そうだけど、低重力だからジャンプで越えられるわね。落ちたらヤバそうだし安全に行きましょう。うわ、ここはかなり危なそうだな。右に飛ばされると多分終わる。飛ばされるにしても左にしないと。インポスターも一緒に頑張ってるな。これ左側登れないよね多分。とやばい。よかった、あんまり飛ばされなかった。ひとまず危険なゾーンは抜けたか？そうね、ここは特に問題なさそう。手帳なんでー。あ、でもなんかいい感じに飛ばされてショートカットできた。ておい、そこ落ちるのは沼だぞ。やばいやばい、でもここまで大きなミスなかったからまだ大丈夫。あ、でももうこのバネには乗りたくない。運が悪けりゃ場外まで飛ばされそうだもんな。さあここ踏ん張りどころ。よしなんとか登り切って、風がないうちに一気に駆け抜けろ。これはいいタイミング。よし、ここまで来たらもう大丈夫だよね。落ちるとこないよね。下のスライム的にもまだ余裕ありそうだし。やったー、このステージ初クリアよ。やっぱりクリアできない人が多いんかな。私の前もそんなにいなかったと思うし、生き残ってる人も少ないみたいよ。さあ、どれくらい落ちるか。めっちゃ落ちたー。生き残りはわずか6人。マジか、これ3ラウンド目にして決勝あるのか？この人数なら全然ありそうだよ。ほら、やっぱりファイナルだ。ロイヤルファンブル、尻尾の奪い合いか。途中でどれだけ尻尾を持っていようが関係ない。最後の最後、
タイムオーバーになった瞬間で勝負が決まる、残酷なゲームだ。6人のうち勝つのはただ一人。様々なギミックがあるこのステージで、壮絶な奪い合いが始まる。お、最初に尻尾持ってるのはちょうど隣にいる黄緑だな。オラオラー、よこせよこせ。柄が悪いな。まあ正直ここで取れてもあんま意味ないんだけどね。まだ始まったばっかりだから最後まで逃げ切れるわけないし。まあ5人から一斉に狙われるわけだもんな。めちゃめちゃ逃げるの上手い人だったら別だけど、そうでもない限り最初は茶番みたいなもんよ。さあ逃げ場がなくなった黄緑、ついに水色に奪われる。それをすぐさま赤が奪ったわね。そして今度はオレンジ、立て続けに黒、そして最後は私だー。短時間で全員に尻尾が渡ったな。あ、取られた。明智光秀でもびっくりの3日転化だったな。大丈夫大丈夫、まだ慌てるような時間じゃない。1分近く残ってるから。うわ、赤の人派手に吹っ飛ばされたけど、それでも捕まってないな。く、なかなかしぶといようね。だが先回りしている人もいる中で、いずれは囲まれて取られる運命よ。これ見てる感じ、10秒維持するのも大変そうだな。つまりラスト10秒が肝心。その時点で尻尾を持っていれば勝機はある。あと30秒とちょっと。ここは一旦先回りしておくか。左の方抜けると思うから。いや、青が掴んだぞ。じゃあちょっと早いけどここで争奪戦に入りますか。よこせよこせー。マップの隅に群がるビーンズたち、最終的に奪ったのはまたしても黄緑。やばい、そろそろ焦ってきた。チャンスはおそらくあと1回だ。相手の行く先を予測するんだぜ。ぐ、視界が悪いけど、ここだー。来たー。ラスト10秒、完璧なタイミングで奪った。あとは逃げるだけだ。素早く旋回したから追っても間に合ってない。ではー、やめて、お願い見逃して。おっこっこいやー、よかったな霊夢。最後加速する床から黒が滑ってきて、あわや掴まれるところだったけど、なんとか逃げ延びて優勝ね。にしてもこの試合、マジで3ラウンドしかなかったな。なぜか最初から人数が少なかったってのはあるけど、ラウンド2で大量脱落し、前代未聞の早期決着ね。霊夢はラウンド1かなりギリギリだったし、決勝でも尻尾を持ってる時間は短かったが、途中がどうあれ最後に持ってや勝ちなのよ。終わり良ければ全てよしね。ということで、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくね。それじゃあまた他の動画で会おうな。バイバイ。